パトリック・ブライアン・バレルはアメリカ合衆国アーカンソー州ユーリカスプリングス出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。日本語メディアではパットバールと表記されることもある。フィラデルフィア・フィリーズ時代に記録した本類打数251本はフィリーズの選手としては歴代4位の記録となっている。 1995年の MLB ドラフトでボストン・レッドソックスから43巡目で指名されたが契約せずマイアミ大学へ進学。1998年6月の1998年の MLB ドラフトでフィラデルフィア・フィリーズから1巡目指名され5年総額800万ドルの長期契約で入団した。10月28日にはゴールデンスパイク賞を受賞した。 2000年5月24日にメジャーデビューを果たし、規定打席到達は逃したが、111試合に出場。リーグの新人選手1位となる18本類が79打点、27二塁打を記録した。2001年は155試合出場と完全にレギュラーの座を主中にし、27本類が89打点を記録。守備では外野手として、 ラウル・モンデシーとメジャー最多イタ,タイとなる18視察を記録した。2002年はさらに成績を伸ばし、打率282.37本類が116打点を記録し、球団史上1986年のマイク・シュミット以来となる30本類が100打点を達成した。この年のオフに日米野球の MLB 代表として訪日した際に、 日本の変化球投手に簡単に三振を取られ、無安打に終わっていた。2003年開幕前に6年総額5000万ドル契約で契約延長した。しかし序盤から調子が上がらず、8月22日には通算100本塁打を達成したが、打率は自己最低の209に止まった。本塁打も21本で、打点は昨年よりも少ない64打点に止まっている。 フィラデルフィア・フィリーズ時代2004年は8月にメジャーで初めてとなる故障者リスト入りとなったが少し調子を上げ24本塁打84打点を記録2005年は悪球に手を出す癖を抑えられるようになりその結果ナショナルリーグでは11位対チームではトップの32本塁打を放ち自己ベストとなる117打点を記録した 2007年2007年は30本類が97打点をマーク。打率256ながら114支給を選び、出塁率も初めて4割に達した。シーズン序盤こそ不調だったものの、7月2日以降は打率302.22本類だと復調し、7月22日から8月5日にかけて自己最長の14試合連続安打を記録するなど、 地区優勝に大いに貢献した。しかし、初出場となったポストシーズンでは、ホームランこそ放ったものの、それを含めヒットは2本のみと完全に抑え込まれ、チームも3連敗を喫してしまった。2008年は6年契約の最終年であり、4月終了時点で打率326.8本塁が25打点を記録したが、 その後は不調でシーズントータルで打率。250.86打点に終わった。本塁打数は2003年以降最多の33本塁打を記録。プレイオフでは、ディビジョンシリーズ第3戦まで無安打だったが、第4戦で2本塁打を含む3安打を放ち、チームはミルウォーキーブルワーズを破り、リーグチャンピオンシップシリーズへ進出。 リーグチャンピオンシップシリーズでは通算で3割を上回るを記録したが、タンパベイレーズとのワールドシリーズでは5戦の二塁打を1本だけで14、打数1安打に終わったが、自身初のワールドチャンピオンとなった。2009年1月、タンパベイレーズと2年総額1600万ドルで契約。しかし初のアリーグや故障もあってか、不本意な成績に終わった。 タンパベイレーズ時代2010年5月19日に自由契約となった。2010年5月29日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約。その後メジャー昇格し、18本塁打を記録。ジャイアンツの21年ぶりのリーグ優勝に貢献。リーグチャンピオンシップではフルスノフィリーズとも対決した。テキサスレンジャーズとのワールドシリーズでは13打数。 無安打11三振と不審に終わったが、自身二度目のワールドチャンピオンとなった。オフにフリーエージェントとなった。2012年1月30日、一部のアメリカのメディアが引退する意向だと報じ、その後正式に引退を発表。フィリーズは、バレルのフィリーズ時代の功績を称え、ワンデーコントラクトを行うと発表。2012年5月19日、1日限りの、 マイナー契約を結び、フィリーズの本拠地、シチズンズ・バンク・パークで行われた、タイ・ボストン・レッドソックス戦で、始球式を行い、ファンに別れを告げた。三振が多く、メジャー8年間の平均三振数は142個。ただ球をしっかりと見ていくタイプなので、2007年は114、死を選んでいる。パワーはかなりある方で、例年30本前後の本塁打を放っている。 足は遅くはないが盗塁をほとんど試みないため、通算盗塁数はわずかに7個。もともとは三塁手であったが、当時フィリーズでは、歴代でも最高の三塁守備と言われたスコット・ローレンがレギュラーであったため、より多くのプレイ機会を得るためにメジャーに、昇格してからは一塁や外野を任され、後に左翼手に定着した。レーズ時代は、指名打者として出場することも多かった。 ありがとうございます。